M カルナーニディは、タミル人の政治家、文学者。タミル・ナーデ州のドラービダ・シンポ島の創立者たちの一人で、あり、同等の党首を務めた。また、同州の州首相を非連続ながら、合計で5期務めた。M カルナーニディの、M は、ムッドベールの公式表記で、父な。したがって、非公式には、カルナーニディ・ムッドベールとなる。 多くの著作や劇作などがあることから、辛いにある学芸の知者とも呼ばれる。インドのタミル・ナードシュー・ティルバール・ルケン、ティルック・バライにて、1924年6月3日に生まれた。はじめはタミル語映画の脚本家として活動した。歴史劇や神話劇を多く作り、ドラビダ人の復権を訴える内容を持たせていた。 演説の上手さと基地により政治家として頭角を表す。1944年のドラービダ新ポ党の創立に中心的な役割を果たした一人である。1957年にクリッタライ選挙区から初出馬し、以来出馬した10回の選挙戦では全て当選を果たしている。インド政府によるヒンディー語の公用語カーンに対したミル語の起源の古さなどを論じ、 政府の施策は押し付けであるとして強行に反対した。1961年ドラービダ進歩党の経理部長。1962年から野党代表を務め、1967年に党が政権を得ると州の公共事業担当省となる。1969年にドラービダ進歩党の党首となり、以後継続してその座にある。同年に州首相となる。 1977年にドラービガ進歩党が野党に転落すると1983年まで再び野党代表の立場となる。しかし1983年にスリランカのタミル人独立運動との関わりで辞任。選挙には出馬しなかった。1989年に党が与党となると再び衆首相に就任したが1991年に辞職。 1996年から2001年には再び、州首相を務めるが、2001年の選挙で党が野党となったため州首相を辞職した。2001年6月30日には、立教工事をめぐる詐欺容疑で逮捕されたが、これに反発する支持者たちによる大規模な暴動につながった。本人は健康上の理由で釈放された。このほか、反ヒンディーゴ運動の先導、 鉄道駅名の恣意的な変更、物価高騰の責任、スリランカのタミル人独立運動への関与などの罪状で多くの東国経験を持つ。2006年5月の統一地方選挙でドラビダシンポトが勝利したことから同党党首であるカルナーニディは再び州首相に就任し、2011年まで務めた。ヨシフ・スターリンの崇拝者であり、長男に MK ・スターリンがいる。 スターリンを世襲の権力継承者とする反対が強まっている。また、妻が二人いることも、インドの法律に反していることもあり、批判されている。2018年7月に体調を崩し入院、同年8月7日に94歳で死去。インドの法律では、一夫多再生が禁止されているが、妻は二人いる。子は4男次女がいる。 なお、カルナーニディの兄弟の孫息子であるガヤーニディ・マーランも政治家として活動している。映画、イルバルがカルナーニディと MG ・ラーマ・チャンディランとの清掃を描いた映画として知られている。ありがとうございます。